皆さん、こんばんは。本日2016年8月18日夜のスピリチュアルテレビ始めさせていただきます。今日のお相手は、うさぎの節子、みんなの広場のうさぎの節子がお送りいたします。今日は素敵なゲストをお迎えしてお送りしたいと思います。バイオリニストのみさおさんです。みさおさん、こんばんは。どうぞよろしくお願いします。実はね、今日ね、一緒だったのね。ご一緒させていただいて、昨日今日と、あるところで、一緒に演奏をさせていただいたり、素敵なね、人形師の方が主催された催し物でご一緒させていただいてました。そのね、後ほど山本、吉谷さんという方のね、情報も、これからね、講演会がありますので、そちらの方の、ご紹介もさせていただきたいと思いますが、今日は、乙姫合宿竜宮でね、ご一緒させていただいたり、それから演奏会もコラボでさせていただいてます。みさおさんの、生演奏もね、ありということで、楽しみにしていただきたいと思います。チャットの方にね、どんどん質問などありましたら、書き込んでいただいて、その質問に答えながら楽しく番組を作っていきたいと思いますので、皆さん、どしどし書いてくださいね。はい。ということで、私の方からまずみさおさんの、紹介をね、プロフィールさせていただきます。みさおさん、国立音楽大学、首席卒業ということで、在学中からフリーのバイオリン奏者として演奏活動を始めていらっしゃいました。これまでサラ・ブライトマン、平井堅さん、スマップなどね、今話題のスマップですね。はい、スマップなどクラシックから J-POP まで多数のアーティストのコンサートツアーやレコーディング、テレビ収録などで共演されてます。2013年初のソロアルバム、ザ・ミサオイズムを発表されまして、現在はソロを中心に演奏活動をする傍ら、世界中の生の音楽を聴いたことがない子どもたちに、音楽の、ね、生の音楽を届ける、そういう活動、ハート&アースというプロジェクトですね、そちらの方にも、参加されているということで、音楽で世界が一つであることを伝えていらっしゃいます。ということで、みさおさん、よろしくお願いします。大学卒業されて、される前から、演奏活動されてたんですか？そうですね。もう本当に卒業間際ぐらいの、時にね、初めてこうプロのオーケストラで、エキストラとしてね、参加したのが初めてですね。ああ、そうですか。いろんな、オーケストラと共演なさってると思うんですけども、共演っていうか、なんだろう、自分がね、そこにエキストラとしてね、参加してるって感じですけど。あ、そうですか。はいはい。まああれですよね、有名なところでは N 響とか。あ、うん、そこら辺まで行かなかったですけど。どんなところと共演を。あ、はい、有名な、平井堅さんのバックとかでやってらっしゃるんですか？なんかコンサートツアー。うん、これはなんか、テレビ番組のね、はい、音楽番組で、バックで演奏したって感じです。わあ、素敵ですね。声にうっとりっていう感じですけども。ね、なかなかいい声ですよ。そうですね。はい。この間、ハート&アースのプロジェクトで、はい、外国にね、行かれてたんですよね。ウガンダでしたっけ？そうですね。ウガンダに行きました。その時のお話とか、もしよろしければ聞かせていただけますか？はい。もうこれはね、本当に応援してくださる皆さんがね、寄付をしてくださって、この、活動に賛同してね、はい、で本当に皆さんの応援で行くことになったんですけれども、今回はね、ウガンダの中でも町都市ではなくてね、はい、そこから都市からね、さらに車で2時間
かけていたニアカ村という村のね、はい、ニアカスクールというまあ、エイズで両親を亡くした子どもたちが、うん、通っている学校なんですけれども、はい、そこに行ってね演奏でいただきました、はい、でもね本当にアフリカの子どもたちやっぱりリズム感とかとっても良くてね、ああそうですよね、ノリも良くって、だけどなんかもうこうやってこう踊り出すんですよ。お普通ねみんなこう黙ってこうねピシッとした感じで聞くんですけれども、子供たちは本当に自由に体を動かしてね、体でリズムを感じながら音楽を楽しんでるっていう感じですね。どんな曲目を演奏されたんですか？その時はね、アベマリアと、うんうん、人選上のアリアと、チャールダンシュというクラシックの曲を、はい、やって、あともう一人ね、ピアノを弾くマコさんという方もね、一緒に行ったんですけれども、はい、で、まあ、代表の磯野智代さんという方もね、3人で行ったんですよ、今回ね。おー、賑やかですね。そうなんです。で、そのマコさんが、ね、音遊びをね、ピアノと声とね、やって、まあ、即興のような感じなんですけれども、音で遊んでね、子どもたちと一緒にこう音を作っていくっていうこともやりました。なるほど、素敵ですね。はい、ありがとうございます。その他、日本ではね、いろんな方とのコラボをこうね、どしどしやってらっしゃいますよね。そうですね。はい、いろんな方のサポートとかね、させていただいてます。そうですね。特に今度新しい CD がね出るということで、9月の9日にその CD 販売の、はい、記念のコンサートみたいなことで、はい、されるということですよね。そうです、ね。はい。そちらのじゃ宣伝の方をぜひ、はい、はい、してください。はい、来月になりましたけれどもね、9月9日恵比寿の天窓スイッチというところで、7時からねスタートなんですけれども、はい、ご初ライブをさせていただきます、はい、でピアノはでも今回 CD 全般を本当にたくさんサポートしてくださった、ピアニストのね夏秋文彦さん、はい、ピアノで、サポートしてくれましてね、まあ、他のいろんな楽器も CD、たくさん入ってるんですけども、はい、それと、マコさんというね先ほどウガンダにも一緒に行ったマコさんを楽曲提供してくれて、はい、で1曲一緒にやります、うん、あとライアーのね宮田義人さんという方、はい、1曲を一緒にさせていただいて見てくれます、うんうん、それともう1曲ねこの CD の中に、はい、今回ほとんどオリジナルの曲なんですけれども、楽曲提供ね、海老原芳恵さんというね、シンガーソングライターの方が私のために曲を書いてくださいまして、バイオリンとチェロとピアノなんですけれども、はい、はい、チェロは、村田真希子ちゃんということで、ね、うんうん、ですので、はい、素晴らしい音楽の皆さんなのでね、ぜひぜひ聴いていただきたいと思います。はい、楽しみです。はい。で他にもね、前に出された CD がありますよね、はい、ぜひそちらの紹介もしていただければ、はい、じゃあね、はい、さっきプロフィール紹介の時、話しくださいましたけれども、はい、ザ・サオイズムという、ね、初のアルバムなんですけれども、はい、こちらはクラシック中心で弾いた弾かせていただいた、ね、曲です、はい、これが3年前に出ましてね、なんと最後はクリスタルボールをバックに君が代も演奏したものも入っているので、ね、はい、面白いと思うので、ぜひ興味がありましたらね、はい、聴いてください。でオリジナルの曲でなんか瀬尾律姫というね曲があるんですよね。そうなんです、うん、水とかね、日本の女神様もちょっとテーマにあったのでね、はい、瀬尾律姫のことをこうちょっと思った曲、以前ねずっと、まあ、コンサート活動をしていたのがパタッとこうやめて、でなんかまあ、ある意味スピリチュアルに目覚めたというか、そういった何かきっかけがあったようなお話をちょっと伺ったと思うんですけども、そうです、
はい、一応スピリチュアルテレビということで、こちらにね、出演していただいているので、はい、音楽だけではなく、そのスピリチュアルなね、観点で少し何か体験などお話しいただければと思うんですけども。そうですね。はい。本当に音楽をずっとクラシックベースでね、やってきたんですけれども、本当自分自身がちょっと苦しくなってきちゃって、でそんな時に純粋に音楽を楽しめなくなっていたんですよ。その時本当にこう見えない世界であるなっていうのはずっと感じていたんですけれども、はい、僕は見えないけれどもね、ちゃんとこの世界にあって不思議なこう、なんかこう見えない世界と見える世界をつないでるものなんじゃないかな、すごくずっと高校生のぐらいの時から、ね、感じてはいたんですよね、はい、で、まあ、そんなこともあってずっと興味はあったんですよね、その見えない世界に対する興味がね、はい、それでこう辞めた時にまずねエネルギーワークとか、あとクリスタルが好きだったので、うん、クリスタルヒーリングとかね、はい、そういうのを学んでこう瞑想し始めたりとか、はい、そういうことをこうやり始めましたね、うん、でそんな頃にね、本当日本の神社にたくさんこう行くようになって、はい、まあ、そういうのもきっかけがあってね、まあ、音楽の方の以前ねバイオリンやっていたことをこう、まあ、とある神社のさんにお話ししたらね、はい、ぜひ奉納ということも言われて、それがきっかけでまた復活したりっていう感じなんですけど、辞、うん、める前と辞めた後と、本当に音楽に対する、うん、感じ方がぐっと変わってね、はい、本当に音って世界を一つにするっていうか、まあ、自分の中のね、その統合みたいなものっていうかな、うん、そこをすごく感じるようになりましたね、うん、なんか私はね、こう UFO を見て、うん、おーとかね、そういうのは全然ないですけど、音でですね、体験を見て、はい、思いますね、はい、はい、ありがとうございます。その精神的なね、支えとなっている、まあ、いろんな神社との出会いとかね、そういったものも含めて、音に託す、まあ、音をまず聞いてくださいというね、はい、そういう、時間をこれから持っていきたいと思いますが、はい、今日はどんな、曲を演奏していただけるんでしょうか。今日はじゃあ、このアルバムを作った時、はい、地球という、ね、この星に生まれたこと、うん、喜びとか、美しい星のことを思うことがあったんですよね、はい、そんな時にこうちょっと降りてきた曲があって、テラという曲、はい、ちょっと冒頭部分をね、はい、聴いていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ですね、テラ、地球に対する愛がね、伝わってきますね。はい、はい、なんかオリジナルの曲がどんどん生まれているような感じです。そうなんですよね、本当
当にいろいろとこう少しずつ自分の枠を外してね、うんうんうん、楽譜の世界に 縛られてこう来た、うんうんうん、そんな感じの音楽人生だったので、今少しずつそういうのをこう外して自由にね、なるほど、自由というかなんてもっと違った観点で音とかね音楽を楽しむような感じになってますね、はい、その音楽人生、今までどんなね人生を送られてきたのか、じゃあ少し幼少の頃からの話に。幼少の頃から、はい、もうね始まりは、よく覚えてるんですけれども、うんうん、私の母が趣味でねバイオリンやってたんですよね。で毎日毎日弾いてるのを見て、当時3歳半ぐらいの時に、これやりたいってこう楽器を指さしたのが始まりなんですよね。それで、まあ、すんなり母もねやらせてくれて、そこから毎日毎日弾くことが本当楽しくてやってる感じでしたね。でも途中でねなんかやっぱり友達と遊びたかったりっていうのもやめちゃった時期とかもありつつも、でもずっと家で弾くことはねやめなかったんですよね。でまあそんなこう流れでなんとなく続けていたんですけれども、中学3年の時転機が訪れてね、チャイコフスキーコンクールというね、すごいコンクール、オリンピックみたいなコンクールがあって、当時18歳だったね、諏訪野明子さんという方が優勝して、衝撃を受けてね、そっからなんか音大という音楽大学というのがあるっていうのを知って、そっからねまた音楽の専門の道に進んだりっていうことを親にね、プロを目指すようになったのはそっからですね。そうですか。はい、はい、おぎんさんから楽器って素敵ですねっていうコメント来ています。本当そうですよね、楽器ってなんかやっぱり人の声に似てますね。特にねバイオリンってね、うんうんうん、声のバイブレーションにも似ているので、ね、そうですね。それから金ピカさんからです、素敵ですね、宇宙からのメロディー、メッセージのような楽曲でしたというねコメントをいただいてます。はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱり音、言葉のない世界ですけども、なんか言葉以上に語ってくれるものがありますよね。そうですね、はい、素敵な楽曲を聴かせていただき、まだなんかもう一曲ぐらいアンコールしたいななんていう気持ちも湧いてきますが、どうですかねなんてなんかオリジナルの、曲がね、あ、知ってる曲、あ、そうですね、知ってる、皆さんの知ってる曲もね、もしよろしければ、じゃあアベマリアのちょっと、そうですね、有名な、はい、アベマリアを、はい、では最初の、はい、聞かせていただければと思います。
はい、ありがとうございました。素晴らしい私はアベマリア大好きです。いいですよ。はい、やっぱ祈りのね音楽っていうのは本当素晴らしいですよね。そうです。なんか作曲家がねこう霊感にこう満ちているというか、まあ、自分から発したと、まあ、結果的にはそうですけども作曲という形になってますけど、なんか受け取った音楽というかね、神から受け取ったプレゼントされた音楽という感じがしますよね。はい、そんな素敵な、みさおさんですが、今後9月9日の、公演以外にもいろいろねあちこちで活躍されてると思うんですけども、はい、他にも予定がありましたらどうぞ皆さんにお伝えいただければと思います。はい、1月の27日に長野県にいますけどね、三日川というところでチベット伝統の素晴らしい方がいて、天智くんさんというね、はい、方の、ライブに出演していただきますし、はい、東京ではね、8月の9日がこの大きな初ライブですけれども、うん、その26日にね、はい、赤坂サンタクロースの小ホールですけれども、はい、観音舞というね、ええ、とっても素晴らしいの皆様のご一緒、アフリカ忍者という作品で、いろんな皆さんと見せていただきますので、はい、こちらも楽しみに。はい、こちらの活動は、アメブロとかで、はい、うん、はい、紹介されてますよね。はい、はい、今チャットの方にねアメブロの方紹介させていただきましたので、皆さんぜひねこちらの情報をご覧になって、生のねみさおさんの演奏に触れていただきたいと思います。はい、はい、昨日ねご一緒させて、昨日今日とねご一緒させていただいた人形師の、山本芳也さんの方ね、その情報もね今ちょっとお伝えしようかなと思うんですけども、こちらのね、皆さん見えますか、このチラシ素敵なチラシですよね。で昨日もね実はこの、人形の動き、そのバックにみさおさんのバイオリンと、それから、夏秋さんのね、素敵な音楽でコラボの、まあ、宴がね、ありました。はい。で、こちらコラボレーションライブということで、いろんな方とね、音楽を、ご一緒に、その音楽に乗せて、いろんなね、人形が、動いて、人形劇のような形でね、展開されていくわけなんですけども、こちらはね11月の18日から、12月の5日まで、毎日のようにね公演があるんですね。こちらね吉谷さんからいただいたスケジュール表なんですけども、11月の22日が初日ですね。そして23日から、パーカッションの方とアメリカンフルートの方とのコラボですね。それから24日はサックス、クラリネットの方とのコラボ。25日は、小太鼓、パーカッション、それからバイオリン。この方、高橋香織さんという方、ご存知ですか？いや、あ、からね。うんうん、そうですね。いろんなバイオリニストいらっしゃいますので、はい。昨日ね、ご一緒させていただいた方、こんな感じで、ぎっしりとね、スケジュール表が埋まってますけども、そんな形で、これは、中野ですね、東中野の、駅のすぐ前ですね、ポレポレ座というところで公演があるということですので、こちらの方もね、ぜひ、皆さん行っていただければと思います。ね、いろんな、ね、方とご縁を、ね、いただいて、コラボを、ね、させていただいて、本当にもう毎回毎回想像のね、瞬間を味わっていますよね。ですね。で、あとね、もう一つインフォメーションしますね。こちらが、
昨日ご一緒させていただいたスタジオクリの森というのをね、やってらっしゃる山梨県北杜市須玉の、お名前が、どう忘れしちゃった誰さんだっけ、昨日初めてお会いした方で、美穂さん、この方、写真のね、この方が美穂さんです。はい。で、旦那様とね、一緒にコラボでやってらして、妖精舞踏音楽会というのをね、10月の15日、16日と、マルシェとライブ、ワークショップ、の3本立てでね、ありますので、ぜひこちらの方もね、行かれていただけたらと思います。やっぱ音楽とそれからスピリチュアルなね、統合ということで、まあ、妖精、見えないけれども、確かにそこに存在する、そういうね、まあ、共同創造というかね、人間と見えないものとの共同創造で、音が紡がれていくという、それに舞踏が入ってくると、またね、素敵な総合芸術になっていくということで、こちらの方もね、紹介させていただきました。みさおさんのね、本当素敵な演奏に、はい、このね、人形劇が、のライブが本当素敵なね、宴でしたね、昨日のようにね。楽しかったです。そうですね、今日は満月ですけど、今日はちょっと見えてないですけど、昨日の夜はね、少しだけね、満月が見えましたね。はい。またね、どんどんと、コラボでね、やっていけたらと思います。で、私たちもね、11月の3日にね、はい、今度はそうですね、竜宮ですよね。そうですね、竜宮で、はい、8月に合宿させていただいたんですけども、そちらと同じ場所でね、11月3日の日に、本番をさせていただきますので、クリスタルボールとねバイオリンのコラボもね、なかなかないですね。そうですよ、あんまりないですよね。レアです。はい、はいはい、ですので、ぜひね、皆さん、来ていただければ嬉しいなと思います。はい。皆さんのコメント、チャットの方は、拍手という、金ピカさんからの。ありがとうございます。はい。あと、何か皆さんに、メッセージみたいなものがありましたら、ぜひお伝えいただきたいと思います。はい。本当に、こう、音っていうね。うん、自分たちのいろんなこう意識の世界にこう一つに統合してしまうような力を持っていると思います。で、本当にその私自身がね、演奏するときにこう自分の音楽を聴いて、自身の内側にある、ね、力というものをバイブレーションを上げていたりとか、目覚めていくきっかけにね、なんか嬉しいなと思いながら、いつも聴かせていただいて、ぜひ、何かこうピンとね、来てくださいましたら、コンサートの方にも来てみてください。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました、はい、さくらさんこんばんは、ソフトさんもこんばんは。みさおさんの音声がちょっと聞き取りにくいということなんですが、そうなんですか、ちょっと大きめにじゃあお話しいただければということで、はい、はい、ごめんなさいね、はい、今回ね、実は初めて、うん、ゲストを自主的にお呼びする放送をねさせていただいてるんですね。そうなんですか。今まではテクニカルな面で他の方にサポートしていただいてたんですけども、今回は初めてミニカムというものを入れまして、私にとっても初めての体験なので、若干ね、技術的に聞き取りにくいところがあるかもしれません。申し訳ありません、はい、これからまた学んでいきたいと思います。はい、はい、おぎんさん、機会があれば、ぜひ生で演奏を聞きたいですということで、ぜひ来てください。はい、おぎんさんぜひいらしてください、はい、9月9日の恵比寿ですよね。はい、恵比寿天窓スイッチというところですね。はい、はい、面白い名前ですね、天窓スイッチ。そうですよね。うん、行かれたことありますか。まだ、ええ、ないんですけれども、もう、私の周りの子たちがね、そこでライブをしているね、はい、素敵なライブをやる会場だっていうのを聞いているので、はい、はい、楽しみですね。はい、
今いろんなねライブ会場があって、であのクラシックの方に限らずね、いろんなあの音楽のジャンルの方が一緒にね、コラボで演奏する機会多いですよね。そうですね、だんだんこの回目がね、うんうんうん、みんなで楽しんで、そうですね、そうですね、なんか境界がどんどんなくなっていく感じがしますね。ですね。もともとはあのクラシックであのしっかり基本を学んだ方でも、あのだんだんとあのポップスとか、ね、あのフュージョン系とかいろんなジャンルのものがどんどん統合されていく感じですね。で新しいものがどんどん、ね、生み出されていってますね。そうですね。はい、ということでぜひおぎんさんいらしてくださいね。それからですね、こちらの方では他に、実はねブルース・モーエンという方にこの間ねインタビューを、してきたんですけども、そちらの、ブルース・モーエンの、公認トレーナーのスピリチュアルライブイベントというのがあって、こちら紹介してくださいってこの間ねあの頼まれましたので、ちょっとあのインフォメーションね、挟ませていただきます。こちらの、チラシ9月の3日です、土曜日東京で、3人のナビゲーターによる過去現在未来が織りなすスピリチュアルライブイベントというのが開かれます。この方もライヤーでね、最近はそのスピリチュアルなねいろんな、ワークショップとそれから音楽を統合された形で、いろんなライブがねイベントとして開かれてます。この過去を癒す旅するライヤー奏者ナオさん、山形の方なんですけども、432Hz のヒーリングライヤー、こちらをね使って、皆さんと、コラボライブということですね。それから現在と向き合うライフコーチ、佐伯さんですね、宇宙瞑想で願いを叶えるライフコーチ、ハゴの宇宙瞑想会というものを、開催します。それともう一方、大月優子さんですね、ラッキーユー、未来へつなぐラッキーユーということでスピリチュアルコンサル、ミニ体験、あなたの人生の青写真を過去の体験から、紐解いて今の悩みを解決するヒントや、理想の未来への指針を得ることができますということで、ブルース・モーエンの、ね、公認トレーナーでいらっしゃる大月優子さん、その3人のね、スピリチュアルライブイベント、9月3日にありますので、ぜひこちらの方もいらしていただければと思います。はい、ということで、ちょっとインフォメーション挟ませていただきました。ありがとうございます。はい、それからもう一つそう、最近ね、あちこち、こう、スピリチュアルテレビで紹介してくださいという方が、たくさんいらっしゃいまして、こちらはですね、ヘーゼル・ワルター博士、2016年来日講座ということで、こちらのチラシをね、ご覧になっていただきたいと思うんですけども、コズミックアバンダンス、コズミックアバンダンスというのは、量子力学をベースにしたスピリチュアルなテクノロジーです。受講後にはパワーを取り戻せた感覚や高揚感、意識が広がった感覚を持つでしょう。私たちの聖なる本質を目覚めさせる、DNA や神経細胞の活性化テクニックもシェアしますということで、こちらはですね9月の17日18日、土曜日と日曜日の週末ですね、9時半から、飛鳥会議室というね、東京駅から徒歩2分のところで、開催されます、コズミックアバンダンス、というねヘーゼル・ワルター博士の来日の講演のお知らせをさせていただきました。はい、ということで、あとインフォメーションはもう一つね、ごめんなさい私の方もね演奏させていただきますけども、クリスタルボールと有金のハートフルフルコンサートというのをね、9月の10日、今度岐阜の方にお邪魔して演奏会をさせていただくことになりました。6時から、8時まで岐阜のメディアコスモスというところで開催しますので、ぜひこちらの方、岐阜の方の、ね、方、近くの方、よろしければいらしていただければと思います。はい。以上、インフォメーション、おしまい。はい。ということで、そうだな、音について、音とスピリチュアル。
そんな話をちょっとしようかななんて急に振りますけど。今ね、432Hz とかね、528Hz とか、いろいろ周波数のね、話が出てきましたけども、ミサオさん自身はいつもバイオリンは、アーノーと何ヘルツに調整してらっしゃるんですか？結局ね、ピアノとやることが多いんですよね。そうですか。そう、ピアノの調律ってね、大体もう設定されてるので42とかね、はい、ぐらいですよね。そういうのが、まあ、多いですけれどもね、ちょっと高めにしてみたりとか、もう可能であれば444にして、はい、そういういろんな周波数が出る感じなので、はい、してみたりっていうのはしているんですけれども、感覚的にはその周波数ちょっと若干違う感じだと、なんかこう響く感じも違いますかね。全然違いますね。440のラとね、444のラは全然違いますからね。そうですね。輸血のものも違いますね。なんか細胞で効くというかね。共振する仕方がなんか違いますよね。そうですね。振動数がね、違うのはすごく微細なレベルではあるんですけれども、こうダイナミックな感じですよね。そうですね。はい、ありがとうございます。おぎんさんから、ライヤーって何ですかという質問が来てますね。あ、ライヤーっていうのはね、はい、建物ですね。本当にもう、節子さんはライヤーはしてないか。私がね、まあおことはおことですけども、ですけど、オリジナルのね、響さんの作られた楽器を有金というのを使ってますので、ライヤーとはちょっと違うんです。違いますね。まあ建物ですね。小さい、本当にこう抱えてダウンしてこう弾くような感じの、キーハープではなくてね。そうですね。ライヤーはシュタイナーがね、考案して作られた楽器で、ヒーリング効果のね、すごく高い楽器ですよね。で、体の上にね、乗せて弾いたりとかして、目的がね、いろいろタオライヤーとかティラルとかいろいろあるみたいですよね。私もそんなに詳しくはないんですけども、いろんな種類があるようですね。はい。ということで、おぎんさん、ライヤーの音もね、ぜひ聞いていただければと思います。はい。はい、ということで、はい、進めてまいりましたが、なんやかんやと、もう結構、9時近くなってまいりました。はい、最後に、なんか短く1曲っていう、リクエストが来ていますが、短いのでいいから最後にやっぱり一曲聴きたいというリクエストが来てます。一曲ですか？はい、短く一曲にして。別にね、短くなくて全然構わない。短くてもいいから、最後に一曲をっていう風に来ています。リクエストが。はい、はい。じゃあやっぱり有名な曲がいいかな。クラシックのね、曲で、カバレリアルスティカーナの、ね、はい、素敵な曲ですよね。はい、じゃあぜひ最後に、はい、曲聴いていただきたいと思います。お願いします。
演奏どうもありがとうございました。なんかどっか魂がどっかにやられちゃう感じですね。素晴らしいですね。ありがとうございます。まあ、皆さんにはね、本当あのスカイプの特性上ちょっと持続音がね、あの、うん、途中で途切れたりすることがあって、はい、あの多少ねお聞き苦しいところはねあって、本当申し訳ないなと思うんですけども、あのそれだけにやっぱ生の音ね聞いていただけたらいいなと思います。でももう十分なんかもう伝わってくるものがあります。もう素敵ですね。本当にあの音でねみんながこう一つになる、うん、そういうこう感覚で、あの F の音、あのファーの音がすごい綺麗にこう響いて、そうするとハートにこう響く F の音っていうのはね、特にね、あのそういう、まあ、周波数帯だと思うんですけどもね、あのもう本当に、まあ、言葉を失うようなとにかくただうっとりっていう感じになりますね。はい、もう本当素敵な演奏どうもありがとうございました。ありがとうございます。あの今日は本当短い時間ですけどね、あの何曲か、はい、あの聞かせていただいて、はい、あのこの、まあ、今日もきっとよく眠れるんじゃないかなと思います。ね、音でね本当癒しの時間を持つってこと本当貴重なことだと思いますね。はい、もう金ピカさんもブラボーっておっしゃってます。おぎんさんね、ありがとうございましたって、お金持ちの応接間に招かれた感じですって素敵ですというね。本当贅沢な時間をね過ごさせていただきました。もう三さん本当どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで夜も更けてまいりました。今日のスピリチュアルテレビは素敵な素敵なバイオリンの音色、三沢さんのねあの放送させていただきました。では皆さん、良い、夢を見てください。スピリチュアルテレビここら辺で、終わらせていただきます。三沢さん本当どうもありがとうございました。さあ、はい、おやすみなさい。失礼します。